レッドノーズプレス、50-50をクリーンに決めます。テールスライドを難なく決めました。50-50を決めます。Cレールに挑みます。滑らかなノーズプレス、大技のチャンスです。トリプルロデオで大胆なグラブ、非常にスタイリッシュです。スタイリッシュなグラブです。これはいい高さです。スタイリッシュなトリックを集中しゾーンに入っています。信じられないようなパフォーマンス。これは現実でしょうか。ただただ圧倒的。私たちはスノーボードの新しい地平が開ける瞬間を目にしたのかもしれません。彼のこのパフォーマンスは他の選手たちへの強烈なメッセージです。全くとんでもない選手です。Thank you.